今更ながら iPhone 13 Pro Max 開封動画です。本当に開けるだけなので驚かないでくださいね。ひねりなしに開けるだけです。ただし、空間シールは上手に処理しました。本当は Apple 丸の内に直接買いに行ったんだけど、こんな環境なので、直接販売できないと言われて、なぜか丸の内店の中からネット通販するという、不思議な状況になりました。せっかくエコだ、環境保護だとか言っているのに、段ボールに梱包してガソリン使って配達するというのも何とも言えませんね。早くまともな時代に戻ってほしいですね。ということで、箱のビニール削減するくらいじゃ何の意味もないのですよ。でも AC アダプターカットはかなり効果的だと思います。なんだかんだ言いますが、もうみんないっぱいアダプター持ってるだろうし、高性能なやつを別に買った方が幸せになれるからね。ちなみに私はラグパワーの PD パイオニア 20W を愛用しています。初版の事情でネット通販であまり見なくなりましたが、リーズナブルで良いメーカーだと思いますので、お買い得だと思ったら買うことをおすすめいたしますよ。今までに3アイテムくらい買いましたが、不満は全くありません。良いもんですよ。もはや簡単な説明書さえ付属させない、環境保護はアートの領域に達していますね。ここまで来たら保護シートの印刷もいらないような気がするんですよ。良くも悪くも iPhone は基本操作が同じなので、今さら説明は不要というのも事実ですね。ライトニングケーブルもスペア含めいっぱい持っている人が多いでしょうが、高速充電に対応しているのは付属のタイプ C ライトニングなので注意してくださいね。ちなみにマグサフェ使う人はこのまま箱に戻しましょう。ここまで来たら SIM ピンも付属させなくて良いような気がするのは、私だけではないような気がするんですよ。もし付属させるのであれば、もう少し面白いデザインにすれば良いのにと思ったり思わなかったりします。